白馬武氏は、モンゴル・ウランバートル出身で道の区部屋に所属した、大相撲力士。本名は、アリオン・バヤル・ウヌル・ジャラガラ。身長186センチメートル、体重127キログラム、血液型大型。特異種は、左四つ、より、投げ。最高位は、東小結び。2011年4月、大相撲やお帳問題にて、引退勧告処分を受け、引退した。 1998年12月に、見習い生として道の区部屋に入る。1999年末に、外国人枠の影響で、同じ時津風一門の竜田川部屋に入門し、2000年1月場所において、初土俵を踏む。同年9月21日に、元関分け、青の里の竜田川親方が定年で部屋を閉鎖した、ため、 達田川部屋の他の所属力士と共に道の久部屋へと移籍した。2001年1月場所では7戦全勝で女二段優勝を果たす。新生、道の久部屋としては初の優勝力士となった。3段目で足踏みしたものの2003年1月場所に幕下へ昇進。評のため幕下注意で2年以上苦労したが2006年に入ると幕下上位に定着し、 同年、十一月場所には、自己最高位の東幕下二枚目の位置で七戦全勝の成績を上げて、幕下優勝を果たし、翌2007年1月場所において、新十両へと昇進した。その2007年、1月場所と続く3月場所でも勝ち越しを果たし、翌5月場所では負け越したものの続く7月場所では、勝ち越した。しかし、7月場所と、 同年9月場所の間に行われた夏巡業の間に右膝を痛めてしまい、同年夏に右膝を手術した。場所前に全く稽古ができない状況で迎えた同年、9月場所では前半は5連敗を喫したものの、途中から盛り返して8勝7敗と勝ち越した。翌、11月場所では5勝10敗と大敗したものの、 続く2008年3月場所では西十両3枚目で8勝7敗の成績を上げ、翌5月場所において新入幕を果たした。新入幕で迎えた2008年5月場所では西前頭16枚目の位置で4勝11敗と大敗し1場所で十両へ陥落した。その後、2010年1月場所で10場所ぶりに再入幕を果たし、 その場所で9勝6敗と幕内で初の勝ち越しを果たした。自身最高位の東前頭9枚目に上がった翌、3月場所では先週楽に8勝目を挙げて勝ち越しを決めた。なお、9日目には後見生を骨間取りで倒している。西前頭5枚目番付を挙げた翌、5月場所では10日目に勝ち越し、2大関を初顔で破る活躍を見せ、10勝5敗という、 幕内で自身初めてとなる二桁勝利を挙げた。翌7月場所で新三役となる東小結へと昇進するものの横綱大関陣に対して一勝もできず、その場所では4勝11敗と大きく負け越した。同場所の10日目にウランバートルにいる父親が急死したという訃報を受けて、千秋楽の翌日にモンゴルに帰国した。 2011年に発覚した大相撲八王朝問題では特別調査委員会から八王朝に関与した人物として名前が上がり同年4月1日に開かれた日本相撲協会臨時理事会の結果日本相撲協会から引退勧告を受けた同様の処分を受けた他のモンゴル人リーや白鵬らと話し合った結果引退届を提出し受理された自身は 引退に際して、僕は、八百長はしていない。騒がせて申し訳ない。僕が辞めることでこの問題が良くなり、日本の文化である相撲が良くなるのならば、犠牲になっても構わない。日本の文化を愛していきますと語った。同年4月7日に、星光と共に、スーツ姿で日本相撲協会を訪れて、最後の挨拶を行い、同年4月9日に、モンゴルに帰国した。 同年6月18日に東京都内のホテルで自身の断髪式と結婚披露宴を同時に行った。現在は東京都内で母親が経営するモンゴル料理店を手伝っている。2017年の時天空の葬儀では自天空の家を運んでいる姿が伝えられた。2011年1月場所終了時点引退時の番付は2月28日発表の順席による。 ありがとうございます。